はい、ちゃお亀岡です。 今日はですね、休日の週末ですけども、非常に暖かいですよね。まあ、非常に外は暖かいんですけども、おまあ、ようやくね、春めいてきたのかな。春になればね、えー、もしかしたらコロナもね、だいぶ収束するかもしれないので、まあ、その間にですね、えー、まあ、ワクチンがね、皆さんに行き渡るといいんじゃないかなと思っております。で、前回ね、えー、おしめの急落で、えー、まあ、あの、出遅れになっている銘柄ですね。えー、で、あの、決算内容とか、まあ、今後のね、将来が有望なんじゃないかっていう銘柄をご紹介したんですけども、非常に好評だったので、まだいくつかね、 え、私の方で探してみて、えー、まあ、出遅れ株をですね、えー、まあ、給間近っていうことで、まあ、今回ね、探してみました。二名柄に、まあ、そんなにもないんですよ。あの、なので、二名柄になりますので、まあ、結構早く終わってしまうかもしれないので、ぜひ最後までね、見ていただけたらなと思っております。で、あの、株式投資は自己責任になりますので、その点だけは注意深くよろしくお願いいたします。で、まずね、えー、この、急落ありますよね。まあ、ゲームショックでしたっけ正式名称。まあ、そもそも正式名称なんかないので、ゲームショ,ゲームショックでいいや。あの まあ、アメリカでね、えー、まあゲームを、まあ、あのね。 の株、株ゲーム株ですねこれをまあヘッジファンドとねロビンフッターという個人投資家が、ねえー、まあ競い合って争い合ってですね、で、押したりね、引いたりということで、まあそれがね、当局の規制というか、ね、目を引か離していたので、これによって一旦そのまあ不安感からね恐怖数がまあ高まって下がりますよね。で、日経平均もそれによってね、一旦冷や水を浴びてですね下がったんですよね。押し目になって、でまたね、今復活してきてますが、ただね、こういう時ってあの、 出遅れがやっぱり出るんですよねであのどの投資家も、まあね、どうしてもこう、まあ、日系の代表銘柄ですねソニーさんとかね、えー、ユニクロとかあとは今だとね、えー、注目を浴びてるようなあとめあのメガバンク系とかね あっちの方に目を行ってしまって、えー、本来だったらね、えー、この押し目がなければ、えー、上がっていたはずなのに、まあ押し目になっているんじゃないかと、そう見えるね、出遅れ株がいくつかあります。それをね、私の方で探してみましたので、まあご紹介したいなと思います。で、もちろんね、あの、必ず上がるって当然、あの、お約束はできないですし、まあ株式投資はね、自己責任になりますので、まあこのね、えー、まあ情報ヒントに、まあその周辺メーカーを探して、あえてね、えー、違うところを行ってみてもいいと思いますし、あこういう探し 方があるんだなっていう参考になればなと思っておりますのでその点だけはよろしくお願いしますでまのまもなく急遽間近注目のお締め銘柄ですねえご紹介したいなと思うんですがまずは鈴木さんですね、えー、これは3ではなくにですねごめんなさい、えー、鈴木になります7269ですね で、こちらがですね、えー、もうご存知のように国内のね、えー、軽自動車のシェアが非常に高いですね。で、それからですね、トヨタとば資本提携をして、まあ、いよいよね、えー、トヨタと、まあ、あの、販売網とかね、営業力をね、まあ、借りながら、アジア、特にインドね、中国ももちろんですけども、インドとかね、えー、インドネシアとか、まあ、そういうところにね、進出用としております。で、今ね、あのー、決算内容としてはね、 え、若干もちろんモータビリティはね、どこもあの、弱いんですが、ま、松田、それから日産と来て、いよいよ鈴木も来るんじゃないかなと、この後チャートはちゃんとお見せしますので、で、当然ね、え、松田も日産も悪いですよ。あの、モータビリティなので、まだまだ完全回復とはいかないんですが、ま、それでもね、え、徐々にチャートは回復をしてます。それはなぜかというと、株、株式投資のその株価っていうのは、まあ、あの、5年、5年じゃない、ごめんなさい。1年後とか半年後を見込んでいるので、半年後にね、え、ある程度回復が見込めるんであれば、 まあ株価もね上がっていくだろうということでそれを先取りして投資家というのは買っていきます。で鈴木もですね鈴木さんも、まあ、国内がね まあ徐々にね、あのコロナショック。まあアフターコロナですよね。まあここにも見越してですね、えー、販売がまあ徐々に回復をしてきていると。またね、22年からはまあインドですね、の回復基調がね、軽自動車って言えばインド結構需要が高いんですよね。まあ決算内容を読む限りですね。で、ひまああの続くんじゃないかと。これがね、22年から営業利益を支える予測と。 まあ当然22年なんですけども、今から先ほど冒頭で話した通り、まあ、半年後、1年後を、ね、予想すると、まあ、これが、ね、株価に影響を与えるんじゃないかということで、まあ、思惑が、ね、入りそうな予感がすると。 で21年3月期のね、第3四半期はですね、えー、まあ、経常利益がですね、まあ、前年同比で、まあ、下がっているんですよね。まあ、下がっているので、お、え、す、ー、しめになっているっていうのもありますが、えー、こちらがですね、カブタンさんの情報ですけども、21年のね、3月が、まあ、マイナス、 営業利益ですね。マイナス経常利益。最終利益もマイナス予測になってますが、まあこの予測はね、えー、もちろんその通りかもしれないですけども、会社っていうのはね、えー、コロナーの影響とか含めて、えー、かなり低くね、えー、まあ予測をしますので、もしね、この後回復してくれるようなことがあったら、情報修正ということもありますし、何よりね、えー、先ほど最初に話した通り、マツダも日産も上がっているということを考えるとですね、今ちょうどここにね、えー、直近高値がね、 約6000円近くまで上がったんですが、まああの、一旦ね、押し目に入って上がりそうなところをね、また今回の、ね、急落、まあ、米国とまあ日本の急落によって押し戻されてますよね。ここからまた上がっていく可能性もあるんじゃないかなと。特にね、えーまあ、自動車関連株の、まあその主力の中では 結構ね、最後に放置されてる方なんじゃないかなと思ってますので、まあこのね、おしみを拾って、えー、まあ次に控える、まあ備えるってことを考えるとですね、逆にこのまま上がればね、えー、ダブルボトム、ね、になるのかなと思いますので、まあそういった意味ではね、まあこれはま、ね、あ1ヶ月後に振り返ってみないとね、当然これがダブルボトムだったのか、えー、2段下げだったのかっては当然わからない。こんなものはあの後付けなんですけども、あのー、 あとかね、振り返った時に、あれはダブルボトムだったとか、あれが二段下げのきっかけだったっていうのは、まあ、シミュレーション上ね、誰でも言えることなんですけども、ただね、えー、これがね、えー、まあ、他の、あのー、自動車関連株と同じような形で上がっていくってことを考えることができる投資家いたらですね、えー、面白いんじゃないかなと、特にね、出遅れ株として、 えー、今回注目が値するんじゃないかなということでご紹介しました。まあ、信用倍率もねそんなベラボーに高いわけではないので、えー、まあ、これがね信用がね例えば18倍とかね倍の手はね成長株とかグロース株だともう100倍とかありますよね。 140倍とか最近出てきてるので、特に超低位株とか、ああなってるとね、実は上がりにくいんですよ。まあ、また違う番組で話しますけども、まあ、2.4倍というのはこれだけ出遅れててね、えー、結構そんなに高い数値じゃないのかなと思いますので、そういった意味ではね、買いが入った時は、まあ、あの、上がりやすいかもしれないなと思います。で、続いてがですね、えー、クレハさんになりますね。4023のクレハになります。まあ、クレハはね、 あのー、まああんまりその事業内容とかって詳しい人っていないと思うんですよもちろん、まあ、古い会社だですし日本を代表するね技術力がある会社なので知ってる名前は知ってる人は非常に多いんですけども、まあ、どういう会社だったかなってすぐに言える人はいないと思うんですがまあ塩素化学系のね工業薬品とか肥料をまあ に強いということになります。で、今期のね、えー、税引き前の利益を17%上報修正しているってことが、まあ、決算内容から見て取れます。まあ、非常にね、えー、そういった意味ではね、今後に期待できるんじゃないかなということで、えー、まあ、私の方でもね、 えー、これは結構いい材料なんじゃないかなと。で、まあ、事業内容としてもね、非常にこの技術力が高いですよね。まあ、かといってね、す、え、べ、ー、てがなんか理解できるわけじゃないんですけども、まあ、例えばね、こういった、まあ、工業用品、工業薬品というのは、当然車ですよね。これから伸びていくだろう車とか、あとはね、こう、半導体とか、まあ、そういったものにも使えると思いますし、あとはね、化学薬品としては、この、や、無農薬とかね、薬品、農薬とかね、 こういう方にも、まあ、浸出をしていますよね。あと、家庭用品とかね。まあ、いろんな方に、形で、えー、こういったクレハの技術っていうのは、えー、展開をされています。中でも、このですね、えー、PGA っていうのが、あの、非常に、あの、伸びてるらしいんですよ。決算。あの、まあ、端子を見たんですけども、クレダックスっていうですね。まあ、このクレダックスが、まあ、でもね、えー、どこに使われてるのかっていうと、ま、さすがにちょっとそこまではわかんないんですけども、まあ、高強度の、成分解正等、 の技術を持ってる。まあ、性能を持ってるってことなんですよね。成分改正等で、まあ、結構厳しい難しさがありますね。まあ、工業生産を、まあ、それでね、サポートしてるっていうことになります。詳しい方がいたらね、ぜひ、あの、コメントで教えていただいたら非常に、まあ、僕も勉強、日々勉強してますので、えー、助かります。ただ、これがね、あの、非常に世界中で、まあ、需要が高まっていて、なおかつ、えーね、ね、えー、日本を代表するね、そういった特許技術であったりとか、まあ、生産技術。まあ、特許、特許が切れたところで、生産できる技術力とかね、 えーまあ、その流れれの経験とか、ね、人材ががいななければ意味がないだから半導体装置は日本が強いんですよね。まあ、特許なんかあれとっくに切れてますので、それでもやっぱりね、えー、作ると、まあそのね、精密度であったりとか、まあえー、小ささとかね、えー、そのアウトプットの、ね、できる技術力とかが全く違うということで、えー、守られているわけですね。日本の技術力の,その高さというのがですね。まあ、そういった意味では、これも、ね、そういったあの価値観あるんじゃないかなと。 で、売上高はね、えー、これで見ますと、ずっとね、えー、右肩上がりで上がって、まあコロナショックによってね、えー、若干、まあ下振れをするような予測になってますが、まあ同じような形でね、えー、別に赤字に転落してい,いるわけじゃないですし、えー、かなりね、 えー、悪く予想している可能性もありますそう考えると、今後ね、えー、チャートの動きによっては上がってくる可能性もあるんじゃないかなと。で、やっぱりね、今回出遅れ銘柄特集ということなので、えー、コロナっ一回ね、コロナによって一旦上がった後、また惜しみに入ってますよね。7390円から一旦6360円まで売り叩かれたので、まあ、結構大きく調整に入ってます。 でなおかつですね、今まだ、えー、なんかこう、注目を,を浴びずにですね、えー、押し目のまま忘れ去られているように見えますよね。まあ、こういうのって結構起こるんですよね。えー、冒頭でも話した通り、えー、大きな調整が入ったときに、やっぱりその、構成銘柄ですよね。えー、目立つ、その、日経、日経平均構成銘柄とかね、えー、そういうところから買われていくので、 気づくとね、えー、あ、なんかすげえ忘れ去られてるじゃんみたいなのが結構出ます。まあ、こういうのを狙っていくとね、面白いんですけども、そういった意味ではね、配当は2.55ですけども、まあ、信用倍率も3.65なので、えー、そんなにすごい高いわけじゃないので、まあ、これからね、えー、あ忘れ去られてるメーカーがあるみたいな、あ、やったラッキーみたいな形で、 個人投資が集まるようなことがあればですね、えー、面白いんじゃないかな、ということでご紹介、しましたが、もちろんこれもね、えー、こ,こからまたね、さらに二段下げで下がっていく可能性もありますし、まあ、日経全体がね、この後、ま、今週特に節目になると思いますが、あの、ま、下がるようなこと、もしくは売り叩かれるようなことがあったらね、日経平均全体がですね、え、当然、ま、個別メーカーも下がっていくと思いますので、そうした場合はね、えー、ま、さらにね、安くなったところを買うとか、 え、一旦損切りするとか、まあ、それは個人投資家の技術と心美眼と経験に基づいてですね、判断していただきたいなと思っております。まあ、今日はこういった形でですね、あの、まだ出遅れのですね、まだあったという形で2名柄ご紹介させていただきましたが、まあ引き続きです、引き続きですね、この番組ではこういったまあお宝情報、お宝銘柄をですね、えー、ご紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日は以上になります。それでは、高速で GO!